組長、組長、何してるんですか、こんなとこで。ちょっとうじねえから来らへんで、ちょっとたむろつたったんだもん。コンビニでですか。うん。あ、じゃあ大変なことになってますよ。まず乗っていいかよ、もう。はい、乗ってください。まず、それ喋る前によ、やぬけれだよ、やぬ。またすか。やぬけれだ。はい、いいことね。いや。自分でつけてくださいよ、もう。もう組長が、もう自分で。だってもう、解散したじゃないですか。組長と元組長だけどな。まあいいや、うん。ちょっと大変なことになってますよ。何？こんなところでのんきに歩ってていいんすか？何や。何大変なことが起きたって。あ、何も来てないですか、まだ。何も来てねえよ。何取り立て。いや、違います、何？ニュースに載ってましたよ。もう俺も有名人だね。何したの？いや、指名手配食らってますよ。組長、指名手配食らってますよ。指名手配？はい。俺が？はい。あれか。なんか心当たりあります？俺よ、こないだ東京まで歩いて行ったってたべ。はい。な？はい。東京さ行った時によ、はい。帰り水。はい。ちょっとあれなんだ。自販機を、はい、こう金ねえかと思ってよ、はい、こうやってたよ、これ、こう、わかる？これ。あ、釣り線泥棒ですか？うん、はい。そしたらよ、あれ消えた。だから孵化してるから消えるんすよ。そしたらよ、はい、あったよな、はい、100円、はい、うん、これでよ、100円取ろうとしてよ、はい、こうやって取ったよ、はい、そしたら前買ったやつがお釣り忘れちゃってよ。はい。したんよな。はい。ドロボーンと当たった瞬間よ。俺こうやったらべ。はい。こう振り返った瞬間よ。はい。女の人立ててよ。はい。たまたまそれスカート履いてたんだ。はい。俺まずがってよ。スカートの中で顔突っ込んでしまったんだ俺。ああ、じゃあもうちょっとエロい感じの。こうなった時にスカートの中で頭履いたのよ。ああ。そしたらキャーンって。お前あんなキャーンって、お前こう、もう、お前、入った瞬間、お前ここら辺、くさくさ、こうなね、毛だらけになってよ、ここら辺。パンツからよ、毛いっぱい出るよ。んで、顔見たらぶっ最強なやつだ。はい。かなりぶっ最強なやつ。何がキャーだってたんだ、俺。はい。お前、その時に俺はよ、どんぐり舐めんじゃねえよって言ったんだ。はい。うん。それでバレたのかな。あ、名乗ったんすか？名乗っちまったんだよ。お前、どんぐり舐めんじゃねえよって言って。いやー、でもその程度だったら、ションベン系なんで、自首した方がいいと思いますよ。だってそうだとあれじゃないですか。何？飯も困んないじゃないですか、とりあえず。飯3食作んなきゃあれ。はい。どうします？本当にいかよ、お前。本当にそんなに入っとるねえのかよ。自首します？じゃあ。自首すっかよ。でも俺一人いかねえぞ、お前。いや、送ってきますよ。どうすっぺねん。あ、まあ、すぐもねえすな。はい。これ、ずーっと来てんだ、お前。なんかちょっと臭いなと思ったんすよ。風呂にも入ってねえしよ。風呂入んねえのかよ、あれ。風呂入れますよ。え？2日に1回、3日に1回ぐらい入りますよ。まずが。はい。俺行ったことねえからよ。はい。わかんねえんだけども。はい。ずすすかんざ。結構楽ですよ。まずが。はい。多分、組員もできますよ。友達できますから。ほんとかい。はい。でよ、はい、飯って何出るんだ？そうなるといっぱい出るのか？いろいろ出ますよ。刺身も出ますし、うん、甘シャリって言って、うん、おやつもいっぱい出るんですよ。味が、はい、何年間食ってねえのめ。まあ多分それだったら1年ぐらいじゃないですか、実刑行っても。まずか。はい、多分一応都政人じゃないですか、うん、多分実刑は行くかもしれないですよ、組長なんで、うん。何、中では組名乗っていいのかい、これ。あ、名乗った方がいいですよ。まあ、でもよ、はい、お前若頭の息がかかったやつがよいでよ、お前、はい、元組長だめやんってバカにされたらどうすんだよ、お前。え
バカこの笑ってんじゃねえか。何笑ってんだよ。とりあえず行きます。いいかい。はい。乗っけてもらって。はい。まあ俺手荷物なんてねえからな。はい。なんかの目の前の女性今笑ってましたよ。組長の動き見て。はい。笑ってますよ多分。顔しかめないで。まあいいかい。ちょっと送ってきますよじゃあ。はい。いや参ったね。これが何年も会えねえのかい。いや何年もってことはないと思いますよ。ションベン系ですよ。マジかい。向きとか言わにべねえ。いやそれはないんじゃないですか。俺やめるんだからな。交番でいいですかね。まあ交番だったらつっつって検定ねえのかい。あ、わかりました。あ、やべなんだこのズズっと。すいません失言しちゃいましたね。ダメだべおめえ。じゃ、行ってらっしゃい。じゃあまだ来いな。はい。じゃな。はい。お疲れ様です。はい、自首しました。